予算委員会での質問が終わりました、今日あは4月1日ということで、消費税が8%になって1年、社会保障の問題を取り上げて、安倍首相と論戦しました。社会保障のために消費税の増税だというふうに言ってたんですけど、全くそうなってないわけですよね、で今日も私、言いましたけど、結局、社会保障の解約が、消費税の増税の直後からこう激しくなっているということを否定できなかったと思います。 でまあ、の医療の問題でいうと、あのーまあ、これは国会でこれから法案の審議が始まるんですけどあの医療保険制度の大改悪で後期高齢者75歳以上の、ね、方の保険料がまあ5倍10倍にも上がるという実態を明らかにして、まあ、それも否定できませんでした。それからあの入院給食費入院食時代の値上げについてはあの高齢者が1食460円だから若者も合わせるってとにかく。 あの後期高齢者の方は、まあ、若者との現役世代との負担の公平っていってで食事代は逆に今度は現役世代を引き上げるっていうそういう中で年金の問題とにかくこの間の年金削減で一体何が起こってるかっていうことで、あのー、今日あのグラフも出しましたけども物価水準より何でかっていうと物価と賃金を比べると。 賃賃金金の方が下が下っった時は賃金に合わせるって仕組みなんですよね。物価スライドって言うけど実は物価だけじゃないの賃金にも合わせてだからこの間の物価水準以下に下がってしまったでしかも今年はそれに加えてマクロ経済スライドっていうのをね始めるわけで物価上昇分すらも割り込むっていうことをやるわけですから物価と比べるとまあ2%以上2.2%年金水準が乖離をすると。 こんなことやっていて、まあ、年金生活者の暮らし守れるんですかと、同時に年金世代の購買力が下がれば、日本の経済が、ね、どんどんこう収縮していって、結局、その経済ね、好転というけども、ますます悪化するじゃないかということについては、もう負担と給付っていうことしかの説明できませんでした、これは全く道理がないやり方だというふうに思います。 で最後に、あのー、こういった医療、年金、介護などの解約で、今年の予算で大体、社会保障の削減、どれだけあるか、3900億円なんですよ、リスト出しましたで、こんなことが納得されるかっていう私の質問に、安倍さんは全く答えずに、えー、年金のことだけ説明した、結局、あれ、否定できないわけですね、で小泉政権の時に、2200億の社会保障の削減ってやったんですけども、 結局、それを上回る2倍ぐらいの社会保障の削減を安倍さんはやっている、やろうとしているで、しかも消費税が上がって翌年にそれをやる、これはあまりにもひどいんじゃないかというふうに思いまして、まあ、最後はの財源の問題で、税の不公平を正せばね、財源は出てくるではないかということをね、示して、あのこの道しかないって言うんだったら、こういったことをね、やれということをあの言いました。 あのちょっと今の安倍政権の経済政策、特にやっぱり社会保障の解約が非常に大問題だというふうに思ってますので、あの引き続きこれは戦い、これから法案具体的な法案の審議も国会で始まるので、ぜひ皆さんと力を合わせて、こういうやり方を許さないという運動を広げていきたいというふうに思います。